川田龍平リューチャンネルでリューちゃんありがとうございますえ皆さん、この龍チャンネル、え今日は11月3日ですが、この11月1日は何の日か知っていますでしょうか。11月1日は実は本の日ということで、これ、本屋さんがキャンペーンをしています。実は、毎日この,本のこの本屋さんに行こうというこの全国キャンペーン、これ、11月1日、本の日ということで、本がこれ並んでいる様子。実はこの バッチがこのバッジがこの本屋さんでこれ配られているんですけれども、ぜひこういう11月1日はですね本屋さんに行こうということで、11月11日まで本屋さんでキャンペーンをやっています。本屋さんの,この貼ってあるポスターに QR コードがあって、QR コードにアクセスすれば誰でも応募できるということで、抽選で4千1 0名様に図書カード、ネットギフトが当たると、特に10万円分10名様。等が 1, 1000円分4000名様ということで、まあ、ぜひ、のこの本屋さんに行ってです、ね、このポスターをえーこの写メしてです、ね、QR コードでぜひ応募してくださいということでやっています。まあ、今、インターネットでワンクリックでこれ、本が買える時代ですけれども、やっぱり本屋さんで買いたいという人がまだまだいます。で特にあのこの日本が売られる本を読んだ人はです、ね、もう本当にまあ熱帯では買いたくないと。 いう方が多くてですね、まあ、熱帯雨林ではなくてやっぱりちゃんと本屋で買いたいという人たちが結構本屋で買ってくださっていますで昨日はですね11月2日その京都の大垣書店という書店さんで堤美香のトークライブがありましてそこにサプライズゲストとして京都に行ってきましたで京都といえば八橋八橋の,あのこの有名な五つ八橋本舗のえこれはですねあの今日もお菓子はこちらですじゃん モナカの種これもなかとそれから小倉あンのですねこのあんこがこの、えー、缶詰に入っていてですね添加物なしでこれはまあぜひ添加物なしかなあなしですよこれもう原材料名砂糖と小豆のみですからね是非これをあの皆さんにもあの餅の粉特にも国内産の 本当にこれ手作りのモナカということで1年間持ちますけれどもこれ最初ね賞味期限見たときびっくりしたんですよ10月1日と10月5日ってあれ過ぎてるんじゃないかと思ったらこれ来年の19年の10月5日ということですので、まあ、ぜひこれですね皆さんあのこういうモナカぜひあのこれ米の粉もち,ごもちごの粉とえそしてこれあの砂糖と小豆だけですので、まあ、ぜひこういった無添加のこのあん,あん 案があってこのモナカ手作りモナカぜひおすすめです。ということで、えー、今日はですねあの本屋さんのこの話ですけれども、実はあの今、本屋さんも非常にその小さい本屋さん、なかなかこのね本が1万部売れたらこれはもう大ヒットなんですけれども、特に3000部売れれば今、本の世界ではヒットと言われています。でただその この今日本が売られる高校に新しくこれ5釣りですかねこれ5万部8万部8万部突破ということですけど今これ今6釣りで10万部までいったそうなんですけど本当にこういうふうに本が売れない時代になっている中で本当にこの今ですね本をやっぱり読む人たちやっぱり是非これからどんどん増やしていきたいなと思っているんですが特に今本屋さんがどんどんあの少なくなっています。 で大手の本屋さんだけじゃなくてですねあの特にこの本屋さんがあの減っているという中で、まあ、ただ今でもあの1万店舗弱ぐらい、まあ、9700店舗ぐらい今全国で本屋さんあるんですが、まあ、本当に小さい本屋さんですとなかなか配本されないという問題があります。で実ははこの1万部っても要するにに店頭には 全国津々浦々の本屋さんには並ばなくて大手の大きな本屋さんにやっぱり平積みになったりなんかすると全然行き渡らないんですね。そうすると街の本屋さんに行っても本がないっていうことになってしまって本当にますますそのインターネットで買うという人が増えてきてしまうんですがそうじゃなくて実は小さささい本本本屋屋んんでも努力ををしてて売っている本屋さんがありますそういう本屋さんは本当にそのうちはこれだけ売りたいということが あの言ってですね出版社と直接取引できればいいんですけどもドイツでは実はそういったその本屋さんと小さい本屋さんと出版社とがあの毎年10月にドイツはフランクフルトのブックフェアというのが有名ですけども今年70回目と70年やってるんですけどもこういう毎年そういった本屋さんとそれからあの出版社とがうちはどれぐらい仕入れるかなっていうことで。 その作家さんなどですね売れている作家さんだとかをこれだけ入れたいということを言うとそれが実は出版社にとってもどれぐらいすれるかということの目安にもなるということでそういうこの本屋さんと出版社との商談会みたいなものがドイツでは開かれていると本当に日本もそういうふうにやればいいんじゃないのかなということが今言われていますでぜひ小さい本屋さんのためにもですねこれから皆さん本屋さんでぜひ本を買っていただきたいと思いますそれから十一月三日はですね今日は私は あのこの11月3日毎年毎年11月3日ですねこのコンサートに行っています今日も行ってきたんですがこの「リブフォーライフこれはの本田美奈子さんのこの白血病で亡くなったあの歌手の本田美奈子さんのメモリアルのこの毎年のこのコンサートということでこの白血病の患者の皆さんを支援する特に骨髄移植 その移植のドナーの人たちを増やすためにもこういった問題を多くの人に知ってもらいたいということで今この毎年11月3日はこの l i v ォーライ l i f e の NPO がやっているこのメモリアルのコンサートに今日も行ってきました。で本当に毎年のことですけれどもこうやって女美奈子さんのメモリアルということでやっていることがある意味多くの人たちにやっぱこういったことがあったということを知ってもらう。 すごくあのとても素晴らしい活動だと思っていて僕もこの活動をいつも応援をさせていただいておりますで今日あの初めてですね千正雄さんをコンサートで見ましたけどやっぱりプロだなとやっぱ歌も上手いしトークも人を笑わせてほ、まあ、本当にそういったアーティストの皆さんがですね今日たくさん出演してましたけれどもそうですねこ,のこういったメンバーが今日もあの出てましてやっぱりこう。 毎年松本伊代さん早見優さん、ね、森口博子さんというのも大体こう出てくるんですけども今年は初めて千雅夫さんが出演とであの中村亜美さんも去年からですね来てあの歌ってくれたんですけどもとてもパワフルでとてもかっこいいアーティストですねほんとロックの本当に歌手としてで去年の翼のれたエンジェルも良かったですけど今年はまた本田美奈子さんのカバーをして。 すごいあのいい歌声を披露してくれましたであの本田美奈子さんはこんな言葉を残していますで人はみんな生きるために生まれてくるで私はこの言葉にとても共感をしていますでまずは元気に生きることそして生きててよかったと思える社会を作るのが政治家の仕事だと私は思っていますで一番最初に自分が選挙に立候補した時もですね本当にこの国に生まれてよかった生きてて生まれ生き自分があの生きててよかったと 思える社会を作りたいということで、ま、ずっとやってきてますので、まあ、本当にこの命あってのやっぱり生きるっていうことが本当に大事なことで人はみんな生きるためにやっぱり生まれてくる、まあ、こんな言葉を残している本田美奈子さん本当に是非皆さんにも知ってもらいたいなという思いですしそれからこういう白血病という病気そしてこの骨髄バンク骨髄移植そういったドナーの 人をやっぱり人を増やしていきたいということもありますのでぜひあの皆さんにもこのコンサートのことを通じてでも本当にいろんな歌手のことを通じてでもやっぱりいろんな人にぜひ知ってもらいたいなと思っていますまたあの来年もありますのでぜひ来年あのぜひ来られる方はぜひ来ていただければなと思っております、えー、それで今週はですねあの京都に行ってきましたこここですね京都このちょうど まあ本屋さんも多いですしそれから大学もですね <laughs> ありますし、まあ、そういった意味でやっぱりこう京都っていうのは文化、まあ、特に歴史がある町ですしそしてまあ戦災を逃れたこともあって、まあ、神社仏閣もたくさんあって今文化庁が実は東京からこの京都に移るということで今移転をしております。 でやっぱり京都のようなところにですねやっぱり多くの外国人も訪れてますけども外国人がたくさん住んでる町でもありますので本当にこう今京都に行くとですねあの本当にいろんな国の人が来ているのであまりその日本っていう感じがしないようなぐらいもう本当にもうたくさんの外国人の方が見えられています。で特ににに今もう,こう紅葉ののシーズンになりますので本本当に外国人たくさん日本の まあ観光客、旅行客も多いですけど、まあ、外国人の観光客もとても多くなってきているというのは今時期です。で今、まあ、ぜひ京都にです、ね、いらしたらです、ねまあ、ぜひあの京都のまあいろんな文化に触れてみてはいかがでしょうかということで、はい、よろししくお願いしますなんかかで。今国会はですね今この臨時国会始まりまして今ちょうど今国会の方では予算委員会が行われております。 予算委員会と並行して国会の院内集会やそれから党の中の部会などでもですね入国管理法のこれ、改正案というのが今回、大きな点、焦点となっておりまして京都ではとても外国人が今、多いですけれども実は日本も国としてですね今、どんどん入国を増やしています。特に安倍政権がこれ、移民の50万人計画というのを進めていますが特にこの日本が売られるちょうどこの145ページ からですね、この外国人の特集が入っている特集があのあの項目がありまして特にこの日本人の仕事が売られると日本人だけじゃないですね本当にこれ海外の人も使い捨てにされた労働力として入ってこようとしているとでやっぱりこの安い労働力して入れることとやっぱり多様性を大切にして人間として受け入れることっていうのはまあ違います。 やっぱりこれ慎重にこれしていかないといけないということで国会でもですね今、予算委員会でも取り上げられていますがあの国会の院内集会ちょうど国会ではですねあの議員会館というところに会議室がたくさんありましてそこで今、院内集会が行われていますそこでも外国人の,この移民の問題について実は取り上げられているでこのタッグのときもそうでしたけれども日本政府は FTA なのに FTA じゃない。 それから移本当にこの何て言うんですかねごまかし、まあ、嘘っていうんですかねやっぱり本当に国民に対してはあの本当のことを言わないでですね嘘ばっかりついていますで本当にそういう意味でやっぱりこの移民の問題についてもやっぱりぜひ多くの人に知ってもらいたいと思いますので、まあ、ぜひあのこの本、まあ、詳しく書いてありますので、まあ、ぜひ読んでいただきたいということとそれから国会の審議もですねこれはのこれからあの 法務委員会を中心に、まあ、法務委員会だけではなくて、労働力の問題でもある、労働者の問題でもあるということで、まあ、厚生労働委員会でもこれを取り扱っていくことになると思いますので、まあ、ぜひ今後の臨時国会、この移民、特にこの入国管理法案の改正案の問題について、やっぱりぜひ注目していただければと思います。でそしてニュースではですね、今、TPP11、これ、TPP アメリカが抜けてこれ発行しないんじゃないかと言われていましたけどもこれが TPP11 という形でアメリカなしでもこの TPP を進めてしまうということでこの新しい TPP11 のも TP とで入ってきたこの条約がですね結局12月30日にも今年の年内12月30日に発行するということでニュースになっています。 これ日本の農業は相当ダメージを受けるということで、農業新聞なども書いてますけど、この日本があるにももちろん書いてあって、ですねここのぜひ TPP のところに書いてある、ぜひあの乳製品など、ですねやっぱ本当に大きな問題になろうということになってきてますので、ぜひこの牛乳が売られるの章ですね、86ページ、これもやっぱぜひ読んでいただければと思います。 今週は熊本,の熊本に行きます熊本はですね、ここですね、あれこれはですね、あの、まあ、急遽決まったんですけれども、えー、生活困窮者自立支援全国研究交流大会ということで、まあ、先週はあの福井に、えー、認知症の全国研究大会集会に行ってきましたが、まあ、今回はこ先 生活困窮者の自立支援というこの法律ができて5年経つわけですが特にこの法律がですねやっぱりこのかなり地方自治体でそれぞれ創意工夫をしてこの自立支援の特に生活困窮者の自立支援のための方策施策をいろいろ各自治体で研究して進めている各自治体で進めているところがありますのでそういったさまざまな事例研究事例をですね全国で持ち寄って こうやってこのいろんな事例をこうやって持ち寄ってやるということで今、かなりですねこれあの政教なども力を入れて一生懸命やっていますでそこにあの今回、党を代表してこのスピーチをぜひあの挨拶をお願いしますということで今回、熊本に行かせていただきます。ので ま、是非あのこれあの熊本にですね。また行ってきたらまたあの来週またこのりゅうちゃんで報告をしたいと思います。で、命を守る参議院議員、川田隆平、隆平チャンネルりゅうちゃん略して、りゅうちゃん来週もまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。